神秘体験とは、超常現象など、科学的には起こり得ない現象を体験すること。岸本秀夫は神秘体験を、千代も女王も超えた、得意で純粋な体験と記述した。体験した本人にしかわからず、他者からは、うかがい知ることができない、と言われている。あくまで事故の内部において体験することであって、第三者が確認できるものではない、という。 内容は様々である。多くは、ある時突然に、強烈な光を見たり、神々しい感情に打ちのめされたりする。その体験のあまりの強烈さに、人格や考え方が一瞬にして変わってしまうことさえ、ある。ペンシルバニア大学のアンドリュー・ニューバーグは、深い瞑想状態や祈りの状態にあるものの、脳内の神経学的変化を研究した。 ニューバーグによると、深い祈りを込めた瞑想は、上等調養後部の活動を低下させ、血流を減少させていた。また瞑想者のメラトニンやセロトニン濃度は上昇し、コルチゾールやアドレナリン濃度は低下していた。前者二つのホルモンは、リラックス時には上昇し、後者二つは、ストレス負荷により上昇するので、この変化は理にかなっているとした。こうした、研究成果は、あくまでも、 人と体験に対応関係があることを示すものである。ニューバーグは瞑想時における様々な神秘体験が客観的な現実であるかと問われた時に、それは神経学的な現実であると返している。神秘体験を弱気するものは多様であるが、以下のようなものが知られている。トマベチはカタルシス体験と結びつけて説明した。宗教神秘主義、ヨーガの思想と、 心理大名同1 9 5 9二2 1 6サムパーニア科学は臨死体験をどこまで説明できるか参考者 ABCD とマベジ、ヒデト、洗脳言論、遠藤康氏、洋画的神秘体験と知識、岸本秀夫の知的宗教神秘主義体系説をめぐってありがとうございます。